ビエルとルーカス、カナビ、この2人です。コマイも関わった。シャビエル折り返し、シュート、ナイスキーパー、はい、中央シャビエル、菅も来た、今日2点目か、左キック生かした、谷の見事な、そしてもう一度外へ。いやー、谷素晴らしいですね、吉田さん。素晴らしい、ね、まあ、鈴木からロングボール、背後を取った黒川だ、左足のシュート、止めました谷。オーベルグ、このワンタッチ、バトルとしてシュートを上げたか、しっかりとキャッチです谷。水沼、そしてエーベルから抜けてシュート、ナイスキーパー、アンデルソン・ロペスのシュート、止めました谷です。フォンマーヘッド、グローリーシュート、キーパー止める、もう一度シュート、吉永左でのクロス受ける、ファビアン・ゴゼルス、コンビネーションいいですからね。知念ポスト、反対から右足、ナイスキーパー、中を見て一人多い監督、シュート、ここは谷が救った、谷が救った、そして止めます、東京オリンピック日本代表。ここはパトリック持っていく、持っていって、うん、よくついていった、アタチがついていて、もっとこのシュートですが、ナイスセーブです谷。対角線のフィード、アダユトンが来たぞ、アダユトンだ、アダユトン、谷、お谷から縦パス、裏抜けて大畑から中へのボール、ユンカーがよくキャッチした。その一つの攻撃の特徴、入ってくる、スーパーセーブ、谷もう一本ある、塩谷ヒールパス、シュート、ナイスキーパー、アウトでスペースへ、小山津だ、小山津、ここは抑えました谷。上条スルーパス、ジェラン・パトリッキー出したのがあるので、やっぱり行くんですよね。でその小谷に出した、小谷に出した、谷が出た、やり方そんな変えなくていいと思います。アイブク、大迫、大迫倒れる、まだ続く、ウドー、ナイスキーパー谷。予定が吹かれました、石川を止めた、谷ビッグセーブ、大きな場面、ボージャン、ボージャン、よくしのいだ谷。米本、ボージャン出てきた、ちょっと武藤がいた、武藤がいた、武藤だ、足、足、谷の足、決定機、阻止谷。いやー、素晴らしいセーブでしたね。ラッシュしました神戸、ルーカスが行きます、まだ行く、谷がなんとか前に出て、ワンマに当てます、裏を狙う、今日ゴールキーパーは谷光成、湘南です。そして素早くフィード、ジョン・マリを走らせます谷、おっとゴールサードのところでもありますからね、はい、さあ背後を取った、チャーメインだ、ボックスの外出てきました谷。なかなか鹿島も、これは斜めのランニング、土井が抜けてきましたが谷です。小泉走りますが、ここは谷です。そうですね、これもいいポジション取ってましたね、最初に谷は。ゆるきからのボール、いいボールが出た、あしかしここは谷のナイスカバー。大迫も走ってましたが、谷もよく見てましたね、はい、おっとちょっと岡本が下げたボール、キーパー谷も出てきている、うん、お樋口が入れます、素晴らしい、三つ丸のクロス、中村も入っていくが、谷がキャッチ、近いサイドに柿谷が来ましたが、遠いサイドですが、これヤンマテウスから中へというボールですが、これキーパーキャッチ、高いボール、宮澤の前で谷、よく出ました、どっちクロス、これはよく出ました谷、はい、福田から小野、そしてこのクロスですが、谷がキャッチをしています。前半のうちにイエローを2枚もらって退場になっています。クルークスからのボール、谷そのままキャッチした、この後取った後に腰から来ましたね。で、まあ、攻撃の時ボールを持つと動くかわした谷、大井は谷、大野は地面に寄せられましたんで、大谷です、落ち着いてますね。取らなくても湘南のディフェンスラインを下げさせるっていうことになりますからね、まあ、縦の揺さぶりという形になりますもんね、はい、上条がファールです、そして田川との谷が、近い距離だけではなくて、お前を置いた大迫、大迫の左足、ナイスキーパー谷、よく触りました。
宮城切り返した、宮城打った、谷がよく触りました、はい、北島からの、おお狙ったか、北島ファビアン・ゴンザレス、ゴンザレス狙ってきた、ちょっと相手当たってコースが変わってたんですが、ラインを割っています、コーナーキックです、ではよく反応しました、さらにもらってウーノ・メンデス、おっなんとかしのいだが、フォローがあるぞ、稲垣だ、江坂からユンカーのシュートだ、しっかりキャッチ、谷ドリブルがあります、この人中に入ってきたぞ、長沼の右足きた、ナイスキーパー谷、安西狙う、ミドルレンジを思い切って狙っていきました、谷がおーっとっとっと、ちょっとパズルしました、高速のパント、そこに谷くがいた、谷のこのキック、ここは合いませんでしたが、もうすぐにスタートを、うまく穴を見つけました、石原ワンタッチ、走り出している谷くん、そこを狙ってバントキック、ボランチの山本がケアをします、ただボールがつながりました、あーっと激しくいった山本、サインからこのボールが当たり渡った、まあね、後半こういう状況だと当然 FC 東京後半なんか少し手打ってくると思いますからね、今は田中聡を見て田中ポジション振り直して、谷これで長いボールを蹴ります、大橋がうまくサイドに流して、そして谷これは少し距離感感じることができませんでした、おっと最近ディフェンスライン裏を狙ってボール、谷はこういうところの安定してますね、そうですね、はい、あそして長いボールで石原宏和を走らせてというところですが、